ディベートがありました。J.D. Vance。J.D. Vance はこっちですね。そして Tim w a l s、えー、ディベート、昨日も軽く触れたんですけど、あのー、まだ見てなかったんですよ。で、レコーディングした後に、全部、バッチリ、フルに見て、そして今日はいろいろ勉強しました。他のアナリスト、コメンテーター、 いろんな、えー、ニュースの題名、この後紹介します。それをいろいろチェックした上で、今日はディベートの話をしたいと思います。よろしくお願いします。Here we go!Let's get into it!Recording Start! まず、この、こ <laughs> 昨日来たコメントからいきたいと思います。何このベロンメチの外人は、ロイ・ジェームズを思い出す。声も似てる。<laughs> ありがとうございます。 何このベランメチョウの外人はっていうコメントが来ました。ありがとうです。これ、あの、英語だと、What's this rough talking foreigner?He reminds me of Roy James.His voice is similar. この Roy James っていうのを僕検索してみたんですけど、日本のウィキペディアに載ってましたね。なんか、えー、昔日本に移民して、で、なんか外れのすごい走りの人だったみたいで、えー、なんかロシアとトルコの えー、移民だったんですかねで日本人の湯浅さんっていう方となんか結婚して、えー、でまあ結構有名になってた53歳で亡くなったんですけどそこだけは似たら困りますね、えー、あとは似て似てると言われても、まあ、褒め言葉かなと思っていただきましたありがとうございます今日もベロンメチョーでいきたいと思いますベロンメチョー調子超えてる感じに聞こえてたら嫌ですけどねそんなつもりはないんですけどね はい、えー。今日はじゃあディベートです。アメリカの Vice Presidential Debate。すごかったですね。90分のディベートで。さあ、J.D. Vance, Republican.Tim Walls, Democrat.39 歳。まもなく40歳。対、Tim Walls, 60歳。ちょうどその間ぐらいにある僕、52歳。フェアに見ていきたいと思います。 ドン,あ,ドンあれドンじゃなかったね。はい、こっちです。ワシントン・ポーストっていうアメリカの新聞があります。これは完全民主党寄りの新聞で CIA が裏でいろいろ記事を書いてるともよく言われてるワシントン・ポーストなんですけど、Who won the VP debate? Voters weigh in on how Vance and Waltz performed.、えー、完全ですね。JD ・ Vance の。 勝ちでございますこちらはあのー、多分この顔写真がここに入っててこの新聞が何、えー、か集めた一般人にいろいろやりながらとか終わった後に意見を聞いて結果が出るんですけど Waltz performed better って言ってるのは12345678人しかいないですねでバンズの方が、えー、多いまあワシントンポストがこれを出すっていうのはねもう 何ですか逃げれなかったっていうか、どうしようもないと。もうつ、もうバンスがもう強すぎて、誰が見ても、ワオもう、ワオワオみたいな感じだったんですよね。わあうまっうまいなーみたいな。もうディベートのスキルのレベルがもう、ドーンでしたよ。ワシントン・ポストも隠せませんでした。もう一つ、ニューヨーカー・マー これインスタグラムに出てきましたが J.D. Vance got the conversation he wanted at the vice presidential debateJ.D. Vance got the conversation.J.D.、まあ、Vance が要するに話したかったことをトピックとして出したかったことはできたと彼は彼を伝えたかったことを伝えれたとまあここはね勝ったとか言いたくなかったんですね New Yorker Mag も完全民主党よりの、えー トランプにずっときぼ厳しくこう批判してるメディアなんで、そういう言葉はメインに出さないんですけど、まあ J.D. n c e が持ってたなと。J.D. Vance moved the narrative of the race in a small but perceptible way towards the Republican side。ここもね、この文章がすごいですよ。えー、J.D. Vance moved the narrative. まあ J.D. Vance は、ナラティブね、今回の要するにストーリーとか今の 皆さんの気持ちをほんのちょっと、えー、共和党寄りに動かせたんじゃないかなというような感じで書いてるちょっとだけあんまり大きく動いてないけどちょっとだけでも見えるぐらい動かしたなっていうのを言ってます悔しいんだろうねこういうこと書きたくないなっていうのがよく伝わってきます でこれバーッと長い文章があってまあいろいろああでもないこうでもない言ってますいっぱいあるんで今日は早めにどんどんいきます North Texas leaders don't expect VP debate to move the needle in polls さあ今回のやっぱり民主党寄りの報道局共和党寄りの報道局っていうのがこう分かれるんですけどまあ大半民主党寄りなんで FOX ニュースとかあと何個かぐらい インディペンデント的なメディアしかトランプの見方してないんですけど、これはアメリカの CBS ニュースですね。で、北テキサス州のリーダーたちに聞いたら、The debate will not move the needle in polls. この英語のフレーズ、この move the needle 針、針を動かす。まあ、多分これは何だろう。もともと アナログののののターーンテーブルの針からこの言葉来てるのかなまあよくね針をのっけて音楽を聴くってそれをこう次の曲次の曲っていう感じだけどえー、あこれ時計,の針ですか、ね、時計の針かもな今考えてみれば <laughs> ごめん調べればよかったけどまあ要するに、えー、今12時と指してるんだったら今回のディベートでまあ1分12時1分ぐらいに動いたかもしれないけどあんまり大きく この針は動いてないよっていう意味ですね。次。Who was the winner of the vice presidential debate last night?YouTube はよくあの、ポール、統計をこう作って出せる機能があるんで、いろんな人を機能出してましたね。何個か僕ちょっと押してみたんですけど、この人は、この YouTuber はもともと RFK Robert F. Kennedy Jr. を応援してる YouTuber だったんですけど、 彼のフォロワーは 95%JD バンスが勝ちましたって言ってますねティン・ウォールズ5%厳しい次また違うところですけどこれもインディペンデントメディアなんですけどさらに厳しいティン・ウォールズ 4%JD バンスは96%はいこの人はかなり右寄りの YouTuber なんですけどもう今歴史 もう史上最強ディベート史上最強ディベートってもう言っちゃってますでもある意味僕もまあベストディベート僕全てのディベート見たことないからはそこは言えないんですけどでもしばらく何十年先も多分このディベート研究してみる人はいっぱいいると思いますそれぐらいスキルの高いディベートでしたワルツも あの自分なりにやっぱり頑張ってます。結構みんな期待してた以上のパフォーマンスは出した。でも J.D. バンスはもう強すぎましたね。いろんな意味でいろんなテクニックいろんなスキルを使って完全にワルスを自分のものにしてましたね。次、Body Language Analysis。えー、これはアメリカで大人気の Dr. Phil という えー、まあもともとお医者さんなんですけど、えー、テレビのコメンテーターですねこの人が日本のミノモンタをお医者さんにしてたらそんな感じですはいミノモンタがもしドクターだったらという感じの人ですこの人の番組にこのボディーラングエッジでやっぱりこの目ワースのこの目とおでこが、あのー、指さしてるんですけどまあボディーラングエッジもいろいろ 問題が問題が多かったですね次 CBS ニュース goes silent as JD Vance destroys their fact check はい今回あのルールディベートのルールがいろいろあってまあ一人二分しゃべる相手がそれに対して一分で返事できるとかまあいろいろあったんですけど fact check 日本も今 f ファクトチェッカーっていうなんかウェブウェブにもなんかそういうの あの昨日見たんだけど、まあ、最近これすごく流行ってるっていうか主流になってきたんですけどすなんかねう嘘ついたら困るからその嘘ついた時に「ファクトチェッカー!」っつって言って「これはどうなの?」って「ああそれは嘘です」みたいなまあよく数字トランプは特に数字すぐ大きく言ったりとかあのちょっと情報をこう変えていくのが危ないんですけどディベートでいちいちファクトチェックするのがすごくこう。 嫌な感じというか、特にトランプとカマラのディベートで、トランプばっかりファクトチェックして、カマラのファクトチェックはゼロだったんですよね。それが問題になったね、で、今回はファクトチェックなし !No! ファク c チェックというのがルールとしてありました。でも一回、コメンテーターが我慢できなくて、J.D. バーンスに対してファクトチェック的なことを言ったんですよ。 そしたらですね、JD バンスがそれに対して、ちょっと待ってとちょっと待って,ってで、コメンテーターが逃げようとするんですよ。ええー、まあ、やることいっぱいあるんで、うん、そこまでお願いしますって言うんですけど、JD バンスが強く批判して、ある程度言えたんですよ。いや、それは実はこうこうこうでこうだと。あなたは全てちゃんと伝えてないですよと。いわゆるファクトチェックに対してのファクトチェック。 ファクトチェックに対してのファクトチェックのファクトチェックファクトチェックファクファクチョコ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 まあそんな場面もあってうわ J.D. バンスは強いねとそこまたこうティム・ワールドズももう自分のものも最初からもうグッとこんな感じでもここに入れて喋ったようなディベートなのに途中でコメンテーターもグッともうエロもくれっていう感じでしたね。 はい、次。I'm sick of one-sided fact-checking. はい。これはまた違う。Undercurrents という、あの、結構素敵なインディペンデントのメディアなんですけど、彼らも、ファクト、あの、片方だけのファクトチェックはもういいよと。もう嫌だと。I'm sick of。もう具合悪くなってるよ。えー、こんな意見もありました。Vice Presidential Debate 2024 VP Debate Reaction Vance Not Weird えー、これはですねティム・ウォールズがこの「weird」っていうこれもうずっと1か月前ぐらいに紹介したけどまあトランプと J.D. バンスとあ共和党側のみんなが「変なやつだと weird!they're weird!」weird. というのを散々言ってこれ一時期ちょっと流行ったんですけど昨日のディベートの結果でバンスが全然変な人じゃないわっていう。 結果になったみたいです。皆さん。もう、普通の人、普通だわ全然変じゃないわという感じです。もう一つ。この人はちょっとインディペンデントの YouTuber で、まあちょっと右寄りの人なんですけど、あの、ワールズのおでこに、あの、パソコンがこうぐるぐる <laughs> 固まった時のあのマークが、これ、ミームじゃないんだけど、ミームっぽいなと思って、もう、He froze! ワールスが固まったというのを書いてて This actually hurt to watch これ見るのが痛かった確かにね僕もこれちょっと同意見でこのディベートところどころねなんかそこまでお父ちゃんいじめないでっていうでもねバンスがそこがうまいの ニュアンス的にこの後ちょっと動画見せるけど僕圧倒的に勝ってるんだけどちょっと優しい言葉入れたりするのポライトね cordial カイン d でワルスの言ったことをたまにもらってさっきワルスさんが言ったあの言葉僕も賛成ですだけどねみたいな感じでバンバンバンってそこらをうまくまた転がしていくんだけど 優しいところも見せながら、ここなんですよ。<laughs> ここに入れて、優しくするときあるんで、まあ、そんな感じでした。えー、そして続き。Uh, ben reacts to VP debate.Walls comes crashing down. まあ、この人はかなりこう、右寄りの、えー、Ben Shapiro という、えー、YouTuber なんですけど、まあ、この人は、えー、Walls はダメだったっていうのはまあ、当たり前かなと思います。 MSNBC、CNN in meltdown after being forced to admit walls lost the debate <laughs>。えー、これも厳しいですね。もう MSNBC、uh, CNN、どっちも民主党よりの放送局。まあディベート終わった瞬間のあコメンテーターが出てきてすぐ感想を言うんですよね。あ今ディベートを見終わったところですが、その時のね、みんなのもう顔が確かにメルトダウンしてましたね。もう。 なんて言ったらいいのかみたいな感じで、えー、そこ僕もかなり都合でしたねもう一つまあこれはいい意見だと思うんですけど JD ・バンスが勝ったのかただ単に Tim Walz が負けてしまったのかちょっとこれによってね言い方が違うんですよねあもしかして自爆 Tim Walz も <laughs> 自爆的に負けたのか J.D. Vance が強かったのかってどっちでしょうかと。Fiery debate clash.J.D.、Uh, Vance dominates Tim Walls in Veep debate.Veep,、uh, ちなみに VEEP ってここに書いてるんだけど、uh, Vice President のことを訳して Veep っていうこともあるんですね。<noise> まあ、これに関してはね、J.D. Vance dominates、まあ、圧倒的な強さを見せましたと。 Uh, J.D. Vance and Tim w a l t Moments from the CBS News Vice Presidential Debate で一つ今回今いろいろ紹介してるけどインディペンデントメディアと右寄りのメディアはやっぱりはっきりと題名に J.D. Vance Dominates とか強かったとか勝ったとかっていう分かりやすい題名を今回みんな作ってたんですけど民主党よりトランプを悪く言いたい放送局たちはとりあえず このような見出しをいっぱい作ってるんですよ。えーキーモメンツ大事な、えー、シーンを紹介しますとかあ,あとはですねあこういうのですね NPR's analysis of the vice presidential debate、えー、<laughs> もう題名に何も意見がないんですよ。誰が強かった誰が勝ったっていうのは言わずに えー、NPR による、えー、ディベートの、えー、アナ、アナリシスって何て言うんですかそういえば。日本語でちょっと分かんないです。まあ、えーまあ、コメントしますみたいな感じなんですけど、こういう無難な、えっ、ー、と、題名しか出せないんですね。これがまた面白かったですね。あとこれです。これちょうどね、ディベートの前の日に、前の日に出たんだけど、僕は 昨日発見したんです。CNN でこんなのがありました。Walls, fighting nerves ahead of debate with fans。もうまずいじゃないですか。この時点でディベートの1日前に言っちゃってるんですよ。Walls, 緊張しすぎて困ってると。Fighting nerves.Nerves は神経ですね。でも。 まあ、緊張してるっていう意味で英語で使うんですよね。He's fighting nerves。もう緊張してることと戦ってるんですよね。もう,もう緊張してんもうだいだ。俺緊張してんもうどうしたらいいのかわかんない。<laughs> こんな感じなんだっつって。その、まあよくこれもディベート前に期待を下げるんですよね。期待を下げて。 でディベートでうまくいったらおおってめっちゃ盛り上げれるんですけど今回は下げての下げみたいな厳しかったです。Who won the VP debate? Ance, s, dive into policy while attacking running mates まあこれもですね ABC10 というあのアメリカの民主党寄りの放送局なんですけど誰が VP ディベートを勝ったんでしょうかと。バァンス・ウォルスはポリシーについて えー、話し合うそして、まあ、今回のディベートのもう一つのテーマは一応ティームと JD はお,お互い結構優しかったんですよですごい大人だったんですよでそれ僕もすごい好きだったんですカマラとトランプはねもう,いやもうお互いもう潰し合いもうカマラはトランプをもうずっと悪く言うトランプはそれに批判してまた言うと。 なんかのちょっとこう喧嘩っぽい感じでしたけど JD とティムはお互い尊敬し合ってる感じはすごく伝わってきましたであの「Cordial」っていう言葉があったんですけどまあポライトねすごい、えー、大人なんですけどお互いの「RunningMate」っていうのは、えー、その上ですね、えー、ティムに対してのカマラ JD に対してのトランプだから自分この ここで戦わないでこういう風にこう戦ってたんですよ斜め上にチームの相手のカメラはねみたいなでも JD はいいけどねトランプってこうなんだよっていう感じの、えー、ちょっとこう球をずらして打ってましたね Watch. And debate abortion policy. はい、この中絶のトピックもねかなり長くてこれも濃くて、あのー、あれだったんですけどこれもねワールズがちょっと途中失敗もありましたね、まあ、これまたちょっと今度時間あったらしゃべります。 で、最後、大きなスクリーンショット撮りました。いろんなの、これ、MSNBC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 、Rachel Maddow!Rachel Maddow, the queen of darkness! あの、民主党のテレビ局の中で、MSNBC、スーパー民主党より、そして、その中の、えー、このメインキャスター,あー、一番下の真ん中に映ってる。 この間僕、名前思い出せなかったんですけど、Rachel Maddow。ディベートが終わって、彼女のリアクションから入ったんですよ。それ見たんですけど、もうほん、顔やばかったですよ。もう、もう、はぁーみたいな顔になってて、もう最高でしたね。僕もう、 この人ね、あの、この人こそ、べん、べん、なんでしたっけあの最初の、べん、べんべらーべん、忘れた。<laughs> この人のね、態度がね、非常にあの悪くてね、あの、ずっともう10年ぐらい、あの、トランプの、トランプの文句しか言ってない人なんで、なかなか聞いてられないんですけど、彼女は、えー、コメントにすごく困ってました。 でその困ってるとこ見るのは、えー、楽しかったです <laughs> 彼女が言ったのはねこれちょっとズームインできますかねズームインそしてこうですね、uh, Rachel Maddow and a panel of her and MSNBC colleagues share their、uh, overall reactions One was smooth the other o n e 彼女なんとですね JD バーンスはスムーズ まあ、スムーズ。この場合だったの。こう、慣れてるとか。まあ上、上手とか。うまいとか。あの、マイケル・ジャクソンのスムーズ・クリミナルっていう曲ありましたね。<laughs> スムーズ・クリミナル。ちょっと違うな。どんなんでしたっけ。えー、っと、そのスムーズです。J.D. Vance はスムーズでしたよ。でも、Waltz は買った。<laughs> って言ったんですよ。もう、誰が見てもね、 ワールズはボロボロだったって思ってるのにさすがだなこの人はね年間契約費は20 million dollars なんですっ、ね、て MSNBC のこのキャスターの給料が20 million dollars ですよすごい給料をもらってるだからこういうねもうもう本当のこと言わずにね嘘をつくこと平気でできるんだなと思いました <laughs> えっとね、コメント。あ、こんなコメント、昨日のビデオに来ましたね。<laughs> あの、タンポンおじちゃん、えっと、腹話術の人形みたいな顔だねっていうコメントが来ました。腹、え、話、ー、術、ventriloquist doll、えー。これまた発音しにくい英語の言葉なんですけど、The tampon man had a face like a ventriloquist doll. And J.D. Vance's eyes are so beautiful. I was drawn to him. ああそうですね。僕も思ったあの。今回、昨日も言ったけど、ライティングが良くて J.D. の目がちゃんとこうキャッチライトが入って顔、彼ね、ブルーアイなんですよね。綺麗なんだよね。ブルーアイはね、吸い込まれるよね。なんか女性のファンがちょっと増えたんじゃないかなと思いました。彼の、まあ、39歳で。あのー あの綺麗な目と喋り方が惚れ込む人がいるような気がしますねさあその腹話術の人形こういうのですよねこれ見つけましたこういうのとこれ <laughs> きついこれ確かにねこれいや確かになんか喋り合せれてる感じもあるんですよねまあティムもね あのすごいね僕ねこの人ナイスガイだと思うよなんかいいおっちゃんって感じいいおじちゃんなんとなくあのこの人のことだんだん知っていろいろ聞いてるとあの若い時に結構中国にも行ってたんですね。でその後ななんんかプログラム作っていろ バスケットチーム連れて行ったり野球チーム作ったりまああと先生やってたんですよね長いこと政治家になる前にでコーチって言われてスポーツも好きでコーチやったりとかハンティングやったりまあいいおっちゃんなんですよ60歳であのー、自分なりにこう頑張ってきてるんだけどあのー、そこのステージねこのバイスプレゼンチャルディベートっていうステージに立つと いいおっちゃんっていうのだけでいけないんですよね。非常にこう厳しい社会だなと思いました。<laughs> あとこれです。I've become friends with school shooters。あのかわいそうなんですけどね言葉の間違い結構しました。で僕もするし誰でもね言葉をちょっと噛んだり。でもまたこれもこのステージだからねあのアメリカでスク ool shooters ってあの学校で銃を 乱射するこう事件が多くて、えー、まあそれに対するこうコメントの中で、その犯人、そのスクールシューターの犯人と僕も仲間になったりしてるのよって言っちゃったんですよ。I become friends with school shooters で。で自分が間違ったことに気づかなくてそのままスルーしちゃってるんですよね。そこで言い直したりとかなんか。 してればもっと良かったんですけど、あのー、僕はそういう犯人と仲良くなったりしてるんですよ。それでね、なんだかあかんだかっつって。まあ、これは、えー、ピエロのカツラを、まあ、つけられちゃうね。はい、あとこれです。えっ、ー、と、ミーム、ミームに入ってきましたー。We got some memes.Knucklehead Tim is having a rough night. これはですね、 Knucklehead. あの、He's a knucklehead. I'm a knucklehead. She's a knucklehead. Sadoy uh, Knucklehead is an informal term used to describe someone who is foolish, stubborn, or not very bright the word likely originated in the early 20th century in the united states and its meaning is tied to imagery of the head or mind being as hard or thick as a knuckle implying a lack of thoughtfulness or intelligence が、関節、<laughs> 関節マインドって言った方がいいから、日本語だったら。関節ブレイン。関節マインド。<laughs> まあ、あ筋肉頭っていうか、日本は。そうだよね。筋肉頭っていうね。これ、それだ。それが一番近いと思う。で、ティムがね、ディベートの途中に、あの、一個突っ込まれたんですよ。報道陣に厳しく突っ込まれました。彼が、 え中国のあ,あれはんでしな1980何年にティエナミンスクエアあの戦車の前にこう立った人がいてどかなくて最後にこう殺されるあの大事件すごい世界的なニュースになったシーンなんですけど彼がその時僕も香港にいましたとコメントしたことあるんですけど実はそれは、えー、間違いっていうか嘘なのか分かんないんですけどその何ヶ月後 に中国とか香港に行ってるみたいなんですけどえそれはどういうことですかとあなたはそこにいたって言ってるんですけどっていう質問をしましたそしたらティムが2分間ずっとぐる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 いろんなこと言うんですけどちゃんと答えないんですよそれに対してでその後もう一回コメンテーターが聞くんですもう一回確認しますけどって言ったらいやまあ俺はちょっとそこ間違って言ったのよまあ 俺はさ、もうたまにちょっと筋肉男って言われるからさ、まあしょうがないんだよ俺ちょっともうヒートアップしていろんなこと言っちゃうからもう、そこはちょっとゆもう許してよっていうようなコメントしたんですよ。自分のことをナコヘッドって言ったんですよ。あの普通のなんかこう、大学生がやるディベートでも、 自分は筋肉頭って言わない方がいいですよ。しかも VP Vice President of the United States of America のディベートでは絶対自分は <laughs> 自分はバカだっていうことを言っちゃダメですよね。それを言っちゃったんですよ。なんでもう今日は朝からみんなね、ナックルヘッドミームがもうこんなのが Hi, knucklehead wa ko In American slang and was often used humorously to refer to someone acting in a dumb or reckless way. It can be affectionate depending on context, but it generally conveys disapproval of someone's actions or thinkings. あの、 可愛らしくも使えるんですよ。ちょっとこう、可愛くいじる感じ。なんで、あの、僕はバカですとは言ってないんですけど、筋肉頭って感じです。俺もさ、ちょっとね、たまに筋肉頭って言われるんだけどさ、というチームでした。ああ、そしてですね、 あ,あ、あの、もう一つ、ミームあー。まだ、まだ、まだミームあるんですけど、これすごいですよ。ミームのテンプレートです。今日、ツイッターかなこれ出てきたんだけど、ミームのテンプレートが作った人いるんです。ティームのこの困った顔、シワを寄せて、僕もなるんですけど、口下がる感じ。 にそれに対して JD が JD がこれ何,何かっていうとディベートの途中ずっとやってたんだけどティムが喋ってる時ティムの方をちゃんとこう横でこう見てるんですよずっと見てるんですで JD のすごいところは何もぶれないんですずっと見ててうなずくこともなく頭振ることもなく ずーっと耐えてるんでですよでたまにティムがあんまりにも異常なこと言ったりまあえっていうことを言った時には JD がカメラを「はっ?」ってこのアイブラウをちょっと上げながら「今のはないよね」というこの表情これが多分56回ぐらい出たんですかね。 これインターネットではもう大,はや大流行りです。もう、この目だけで言っちゃってるよねっていう、あなかなかすごいテクニックでした。で、これも今からミームテンプレートになってるんで、よかったら皆さん、これでミームを何か作ってください。Okay, we got a couple more. <laughs> えっとね。<laughs> うまく訳せるかな、uh, ?DOJ Index JD Vance for brutally beating three women. <laughs> これ訳さなくてもわかるかな、uh, ?Department of Justice、まあ。アメリカのトップの,あの裁判というかあの、ホワイトハウスの警察、Department of Justice、ね。そこからの発表。Uh, JD Vance、女性3人を ボコボコにしましたみたいなね。ブルータリー・ビーティング・トゥリー・ウェメン。はい。まあ、あのコメンテーターの2人と、ウォルス。ー <laughs> ウォルスがね、本当昨日ね、こう顔の表情がもう暴れまくって、目がね、ギョロッとしてて。スクール・シューターズ・ディスタンス・デ e ム・サウス・フォン・ティム・ウォルス。これはさっきのね、スクール・シューターズと友達になってるっていうあの変なコメントがあった、えー、関係で、こういうミームも。 作られてます。その、スクールシューターズデザインティム・ワルスにちょっと距離を置く。ちょっとあいつはやばいんじゃないですかっていうふうに言ってます。厳しい。はい。あそして、どうしよう。時間がなくなってきたんで、相変わらず喋りすぎちゃいましたが、最後に、あとオープニングコメントだけちょろっと動画見て、 Uh, the stage is set. Governor, Senator, thank you for joining us. Let's get started. Tonight, our country is facing several unfolding crises. The Middle East is on the brink of war. Americans are suffering from the catastrophic impact of Hurricane Helene. And now a labor strike as 25,000 dock workers from Maine to Texas are picketing. We're going to begin tonight with the Middle East. マ、えーガレットでここなんですけどね一番最初一番最初の質問ちょうどイランの攻撃がありましたねこのディベートのちょっと前にあのイランからのミサイル200本が飛んでくる攻撃があったんで。 そのタイムリーなニュースを使って一発目の質問はネオコンクエスチョンですよすごいですよネオコンチェックが入りましたあなたたちどっちがネオコンだという感じの質問が一発目なんですよこれもすごいことだなと思いましたで最初に答えるのがチー,ームなんですよ President Biden has deployed more than 40,000 US military personnel and assets to that region over the past year to try to prevent a regional war. Iran is weakened. But the US still considers it the largest state sponsor of terrorism in the world and it has drastically reduced the time it would take to develop a nuclear weapon. It is down now to one or two weeks' time. ステージングというか、そのストーリーをこう作ってるんですけど、まあ、えー、バイデンは4万人ぐらいアメリカの軍をこの1年にわたって、えー、このイスラエルのあたりにこう送り込んでると。ね。なぜなら、あ広いこう戦争ならないように、ちょっとこう圧をかけてますよと。で、イランはちょっと弱ってるんですけど、あアメリカ曰くあも、世界的に最も、あのー、 テロリズム、テロリストの応援し,してますと。イランがいろんなテロリストを育ててると。で、えー、核、核爆弾を作れないようにしてるんだけど、今、彼らがやろうとしたら、なんと、1週間から2週間で作れるんじゃないかと言われてます。 要するにイランが非常に危険な場所危険な国危ない今のこのタイミングが非常に危ないですとでここでですねウルトラネオコンコメント、まあ、ウルトラネオコン質問が来るんですよ。 ちょうどおととい僕が話したネオコンの大好きな言葉 preemptive strike, Pre strike ちょっと日本語忘れちゃったけど、えー、この相手が何かやろうとしてるのを情報をキャッチして先にやっつけるっていうやつですねもう先に彼らがやろうとしてたから先にやったっていうやつなんですけどその preemptive strike イズ、えっ、ー、とイスラエルがイランに対して

軽く訳しながらしゃべるけど、まあ、ティムが最初から「まあ、皆さんこんばんは」とね軽いアメリカ人に挨拶するんですけど、まあ、この戦争の始まりはね去年の10月の7日とハマスのテロリストによって1,400人のイスラエル人が亡くなって、えー、そして拉致もいっぱいしたと。で基本的にはイスラエルが自分の国を守らなきゃいけないと、ね、そこは大事。 でえー、今回、えー、昨日もそうですけど、まあ、アメリカのリーダーシップは安定して安心して、えー、この問題に対して、えー、動いているとそれが大事なんですよと。で、ここでねここでいきなりチームは変更するんですよ。なんとかこのイスラエルの去年の10月7日の話してから いきなりね数週間前に80歳になる、えー、トランプが、えー、ディベートの中で自分の演説のうお客さんが何万人来てるの自慢話を聞いたばっかりですけどといきなりトランプの話をしだすんですよね。で今世界がこんなに荒れてるところにそんな危ない 人が大統領になったら非常に困るとで彼の周り彼に一番近いいろんなスタッフとか一緒に働いていた人たちが彼はとてもやばいやつだととても危ないやつだと絶対大統領にしちゃいけない人だって言ってるしえー、でえー、カマラ・ハリスの場合はすごく落ち着いてて。 リーダーダシップを取れる素晴らしい人とでいろんな人と一緒に働いてね安心安全な世界にできるようとトランプの場合はもうプーチンと仲良くなったりキム・ジョーンと仲良くなったり彼が何を次どうするか全然わからないような危ない状態ですとはいこれが2分間使った答えなんですよ。 答えになってないんですよ。一発目、ディベートの一発目の質問の、しかもスーパーネオコンクエスチョンに対して、全然まとまらずに終わっちゃったんですよ。もう緊張しちゃってんですよ。バレバレ。さあ、ここで、今日これ最後にして終わりたいと思いますが、J.D. バンスの2分間がどういうふうに彼をこの質問に対して使ったか、これがすごいです。 Israel on Iran who have two minutes so Margaret I want to answer the question first of all thanks governor thanks to CBS for hosting the debate and thanks most importantly to the American people who are watching this evening and caring enough about this country to pay attention to this vice presidential debate I want to answer the question but I want to actually give an introduction to myself a little bit because I recognize a lot of Americans don't know who either one of us are she got もう最初から、えー、今の質問には答えたいと思いますがその前に、えー、ちょっとここで自己紹介をささせてくださいと今日アメリカでたくさんこのディベートを見てる人がいると思うんで、えー、僕らのことをそんなによくわからないと思います自分がどういう人か,人かっていうのを紹介したいですとでこれはすごいんですよ落ち着いてる落ち着いて全然緊張感なく。

はい、これちょっと上から軽く訳しておきます、まあ要するに自分がかなり貧乏な家族に生まれて、えー、国がいろいろ助けたあ話をしてるんですよね。自分のお母さんが何か中毒、まあ、お酒なのかドラッグか分かんないですけそういうちょっと大変なことあったんですけど大学も g i ビル l っていうのはねあの軍に入ったら、えー、と大学も生かしてくれるっていうそういう制度があるんですけどそういうのを使ってで彼はイラク戦争にも行って経験してると。 でえー、彼はあアメリカンドリーム本当この国をのおかげで自分もアメリカンドリームを歩んできているというようなこう熱い話をしてるんですよ。でもう一つはね自分がこうやってアメリカンドリームを歩んでここまで来たんだけど今アメリカンドリームは俺には無理だと思ってる人がいっぱい見てると思いますっていう。 ね、見てる視聴者にまた話を振るんですよね。で、えー、ワイトハウス、このアメリカを仕切る大統領がまたトランプに戻したら、えー、リーダーシップによってね、この国が立ち直ってあ、もっとみんながアメリカンドリームを体験できる、生きることができるよという話もここでするんですよ。 で、えー、ワルツが今ねトランプは非常にひどい人で、えー、国をぐちゃぐちゃにしたって言ってますけどトランプの4年間は安定だったし、えー、給料も上がったりあイランに対して非常に厳しくあ平和のために強さをしっかり見せてたと、まあ、ここでいろいろねトランプとカマラの違いの説明をいろいろしていくんですよ。 でここで実は1分45秒ぐらい使ってるんですよルール上2分しかないんですよ2分しかないとこの1分45秒を自分の自己紹介と自分のアメリカンドリームとみんなのアメリカンドリームとさっきワルズが言ったことに対しての開始と 実はカマランドが悪いんですっていう話も入れてようやく最後15秒しか残してないんですよその15秒でしっかりとその質問に対して答えするんですよで答えとしては、えー、そのプリエンティブストライクね先に当てに行っていいかどうかっていうのはイスラエルが 自分の国にとって一番ベストな方向性を決めてやればいいと思いますという答えでもちろん僕らはイスラエルの仲間でもあるんで、えー、仲間を、えー、悪いやつらと戦っている時は応援しなければならないと思ってますというような答えですね。パーフェクトパーフェクトな2分自己紹介夢を語る。 相手潰す。そして最後、質問に対して答える。終了 <noise> !KO! <laughs> ここでも KO だったなと、僕は昨日ディベート見て、あ,あ、あ,あ、もう、終わりました。まあ、その後ね、いろいろワルツも言ったり、えー、それぞれね、 えー、自分がどっちを信じきってるによって感じ方は違うと思うんですけど、まあ、ただ単にディベートのスキルだけで見てねあの話してる内容とかポリシーとかそういう好き嫌いを置いといてディベートのスキルはもうこの1個目の質問でもう決まったと思います。でその後あとバンスがもう多分つかんだなっていうのを感じたしワルツスはうわやられたなっていうのがあったと思うし。 ずっとその体勢で割と最後まで進んだディベートだったなと思いました今日は非常にもう50分喋っちゃったんでもう間に合わないかもしれないんでここで終わりたいと思いますまだあのエンディングコメントとかねいろいろ途中言ってる面白いことがいっぱいあったんですけどあのー、今日はこれぐらいにしときたいと思います皆さんがどう感じたんでしょうかそして僕のコメントは合ってるか合ってないかまた、えー、感想意見 いろいろ聞かせてください。I look forward to your comments.Sorry, that was a long video,、uh, but there was a lot to talk about. 今回結構歴史的なディベートだと思います。あのー、ゆっくり、またもうちょっと詳しく聞きたいところあったら教えてください。掘り下げていきたいと思います。よし、レコーディングストップ !Okay, we gotta wrap it up and get this one uploaded to YouTube! 今日はディベートスペシャル Vice Presidential Debate 2024: JD Vance and Tim WALLS Don't forget to subscribe to the channel, everybody. Press the like button, and you can become a member, a member of our fan club for only 190 yen a month. Peace, everybody. GOZAIMASU See you tomorrow.